私たち滋賀発アイドルユニットマリアブルーです。よろしくお願いします。はい、それではまず自己紹介させてください。まずはシオリン。はい、いつもキラキラアイドルシオリンこと山下シオンです。よろしくお願いします。はい、エクボがチャームポイントなリンリンこと高橋リンです。よろしくお願いします。はい、マリーナブルーの最年長青田こと二葉葵です。よろしくお願いします。はい、あなたのスイッチまぶしのゆかりさんのことしごゆきさんです。よろしくお願いします。ごめんね、ごめんごめん、いきなりいきなりやって。はい、今日はですね、昨日かリンリンお誕生日おめでとうございます。おめでとう。18歳やな。目標考えてなかったみたいですね。あるか、ごめんね。出ました出ました。出ました。あるいい、ごめん、ありがとう。ありがとうございます。考えてなかったそうですね。でも後でまた時間あるから本来のちょっとゆっくりと考えていて。パーカーの上がりです。頑張ってます。作ってる。でもユナさんからつけるって言われて、かわいいって言われてた。好きな食べ物はラーメン。ラーメン好きな人多くない？多いじゃん、うん、王道やな。ラーメンと唐揚げ。あもうそれセットで頼んだらめっちゃいいやつや。はい、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ、できた。唐揚げ、唐揚げ。おめでとう、りんちゃん。おめでとうございます。同じ18歳。はい、そう違うから誕生日が。りんちゃんが分かったら次すぐ分かっちゃうからさ。お大変よ。はい、次は、2曲続けて披露したいと思います。それでは聴いてください。ゴーストレイト。Yeah.
ます。はい、明日13日に滋賀県の日野駅七色でライブ&カフェブロー付きカフェがあります。で、2部にメイド服です。あのステージする予定なので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。この後りんちゃんね、ソロでもあるんだよね。なので皆さんぜひね、ソロ楽しみにしておいてください。お願いします。はい、このままじゃりんちゃん特典会の告知をお願いします。終演後終演後に特典会があるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。もしよければ大飲みっぽの場所にはマリーのブダダイセンターさんチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、はい、次で最後の曲となってしまいました。ありがとうございます。それでは最後一緒に楽しんでいきましょう。聴いてください、シャイニングスター。
私たち滋賀発アイドルユニットマリーナブルーでした。ありがとうございました。